ラーメン北海道のラーメン室蘭カレーラーメン、北海道室蘭市のラーメン店、味の大王室蘭本店の室蘭カレーラーメン室蘭カレーラーメンとは、北海道室蘭市、登別市、立市、東屋湖町の室蘭カレーラーメンの会に加盟するラーメン店を中心に提供されるラーメンである。2015年5月3日、現在、室蘭管内の約6割のラーメン店で提供されている。 2016年8月時点では、室蘭カレーラーメンを提供している、味の大王室蘭本店は、時間帯、時期によっては、入店待ちの行列ができる。北海道室蘭市のラーメン店、味の大王室蘭本店室蘭カレーラーメンの、原型は1965年春、苫小牧市で開発された。食堂、味の大王の店主が、年齢や性別に関わらず人気のあるカレーと、 ラーメンを組み合わせることはできないかと考え、カレーラーメンを考案した。しかしあまり売れず、1967年頃、店主は岩見沢市に移り住んだ。店主は岩見沢でも味の代用を回転した。この店の味に惚れ込み、常連となった客の一人が1971年に店主に弟子入りし、カレーラーメンを含めた店のレシピを学び、この年の9月に、 室蘭市は西町で開業した。工場が近くにあり、1日に100杯以上のラーメンが売れた。ただし味噌ラーメンが主で、ここでもカレーラーメンはあまり売れなかった。1972年に店舗を中央町に移転、この店舗が味の大王室蘭本店となった。当初はカレーラーメンは1日5杯程度と限定的だった。しかし、九百八十年代には、 市内の複数の店がカレーラーメンをメニューに加えるようになった。1999年、室蘭市出身の元モーニング娘。のメンバー安倍夏美がラジオ番組でカレーラーメンなら室蘭の味の大王さんが美味しいと語ったことがきっかけで、全国の安倍夏美ファンとモーニング娘。のファンが来店するようになった。2005年に室蘭市の人口が10万人を割り、 室蘭カレーラーメンを観光資源とする試みも強化されるようになった。2006年4月25日、室蘭市公式による室蘭カレーラーメンの会が発足し、全国へ情報発信を開始した。会長には、味の大王室蘭本店店長であり、室蘭観光協会理事である小柳富氏が就任した。室蘭商工会議所も経済産業省が進める。 地域資源全国展開プロジェクトにブランド化支援事業として申請7月に参入が決定した2007年1月にはマスコットキャラクターの名前がメンバル君に決定名称の由来はメンバー、ホーバル、ガ頑張るを組み合わせた造語となっているこうした取り組みにより注目度が高まり室蘭観光協会の窓口にカレーラーメンの店に ついて尋ねる観光客も目立つようになった。室蘭カレーラーメンの会は、室蘭カレーラーメンを北海道第4の味としており、各種メディアでも札幌ラーメン、旭川ラーメン、函館ラーメンに次ぐ第4の味として報道されることもある。味は統一されておらず、具や調理法は店によって異なる。室蘭カレーラーメンの会会長は、カレーラーメンの定義は特になく、 カレーの味がすれば良いとしている。東室蘭駅近くの食堂、アジシンのカレーラーメンは、チャーシューを室蘭焼き鳥風肉串に刺したものにするほか、地元産のうずら卵の水煮を用いるなど、室蘭名物を盛り込んだ仕上がりになっている。残ったスープを味わえるよう、ライスもセットで出される。2015年、室蘭氏は西町のラーメン店、ラン探偵は、オリジナルスパイスを開発し、 カレーラーメンを注文した客へ自分の好みの辛さに調整できるようにと提供している。北海道室蘭市のラーメン店蘭探偵が開発した室蘭カレーラーメンの辛さを増すオリジナルスパイス2004年8月札幌の食品メーカーアジ社がラーメンとカレールーをセットにした室蘭カレーラーメンを発売した。以降も各社が製品化している。 1996年、日清食品は、北海道のご当地ラーメンをコンセプトとして、旭川醤油、札幌味噌、函館塩の北海道三大ラーメンを袋麺にした製品を、日清のラーメン屋さんの名称で発売。後に、カップ麺も発売し、袋麺は発売4年目に、累計3億食。カップ麺は発売から1年で500万ケースと、 好調な売れ行きを記録した。このシリーズの製品に加えられたのが、日清のラーメン屋さん室蘭カレーラーメンである。ありがとうございます。